武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学医学部の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文ですが、まあ、時数400字で、時間40分という形で例年出題されております。でテーマは、まあ、一般であればその医療系だけじゃなく、理科系統、自然科学系統の問題だったり、まあ、それに全然関係ないテーマだったりも聞くことがあり、まあ、いろいろなテーマがあります。まあ、ただ医療系が、多めです。で推薦入試に関しては本当に医療系が、まあ、例年続いているという形ですね。まあ、なのでその医師薬系のネタ本をしっかり仕上げとけば、まあ、対応できるかなと。で400字なので、まあ、自分の意見書くにしても それをそこまで大量に書かなきゃいけないというわけでもなく、課題文もほぼ与えられない形なので、基本的にはそのネタ本をしっかりやっておいて自分なりの意見を、書くという練習を、心がけておきましょう。なのでその田村の優しく語る小論文なので、小論文の、コツ掴んだら小論文の完全攻略本と完全ネタ本の、まあ、意思薬系ですね、この辺りで、まあ、しっかり書く練習してですね、とりあえず400字でまとめるという練習を徹底的にやり込ん でできれば医療系中心にその知識を深めるように学習していってください。以上が小論文の勉強となります。